か、とうとう来てしまったか。なんで電車なんか待ってるの？人生とは出会いと別れの繰り返しである。なんで電車待ってるの？本当に行ってしまわれるのですね。でも神じゃねえか。魔神様だ、ぶっ潰すぞ。はい、わかっております。ご安心ください。このゆっくり目が必ずタルコフ氏でも心境を反映させてみせます。どうかお二方は世界へと羽ばたいてください。さあ、魔神ちゃんお別れの時間だよ。子供いる設定なのね。必ずや立派な教祖へと導いてみせましょう。未来は魔神ちゃんにあり。どうかご無事で。私は魔神ちゃんさえいれば迷うことはないでしょう。魔神教万歳。魔神教万歳。こうして不審たちは世界へと旅立った。誰お前？タルコ不審に残ったのは神のことただ一人の信徒。これ最後まで聞かされるやつや。たった二人で血に飢えた罪亡霊の住処へと向かう。信徒はまだ幼い不審を守ることができるのか、幼く神は信徒を導く不審にとなれるのか、全ては託された信徒次第である。さあ旅立とう。限られた食料、泥混じりの陰謀術、ポケットに悪くも箸も弾薬、満足とは言えないとしたが、信徒の心は満たされている。魔神教徒は救われる。その言葉を胸に日々を生き延びるのだ。これは名もなき魔神教徒の物語である。っていうドラマ考えたけど、ししてくれマリサ。絶対嫌だわ。はい、ということでね、今回は魔神ちゃんを使っていきますぜ。我が神の魔神様の子、体は小さいけどパワーは十分だぜ。弾が一緒だからな。はい、こんな感じでしょう。この可愛い見た目、最高すぎる。わからん。よっしゃ、行くぞ。ではレッツゴー。はい、今回はリザーブですぜ。なぜよりにもよって戦闘マップにしたんや。いいですか、魔神ちゃん。今から見せるのがタルコフ氏です。これが日常茶飯事だと思ってください。で、本当は？ボスが全員枠らしい。そういやイベント中だったわ。誰か真ん中突っ走ってない？あれ PMC か？いや、わかんねえけど、どの道この距離は打てない。うおやっべ、もうドンパチしてらー。すげえすげえ、銃声が鳴りやまないでよ。ボス目当ての人だろうな。そういやタスクあるんだっけ？詳しくは知らないけど、ボスを見ればいいんだっけ？でもお前も神だと戦えないだろ。鼻から戦う気はねえよ。ならなぜも神なんだよ。そりゃ将来立派な神として下界を見てもらおうかと。そういやナイトの方でボスが湧くんだっけ？バンカーでも湧くとか聞いたな。まあ出会ったら瞬殺されるだろうね。今日は頑張って戦闘を避けるぞ。大回りしてナイトに行きますか。おんおん、足音するな。で、行ったそばから接敵。まずは一発。もう一発くらいや。あ、やばいやばい。こりゃ死んだな。はい、戦略的撤退。ヒーヒーを助けー。その前にフラグ投げとこ。そういやプロスタル10万超えててビビったんだけど、最近なんでこんなに物価上昇してるんですか？敵さんは追いかけてこないねー。よし、ささっと治療してしまいますよ。さっきのやつかな？足音するぞ。おったおった。ちょっと止めきれねえ。でもまあ上は取れてる、幸せなくても。でも詰められるとまずいんだよねー。あれ？これまさか詰めてくる？でも見えないなー。バンカーの中に入ったっぽいな。追いかけるのはやめとこうか。よし、これで回復終わり。おんおん、これバンカーかな？確かに下っぽいな。ボスかもしれないから見に行こうぜ。めっちゃドンパチしてるやん。これ入り口付近じゃね？うわ、フラッシュ焚かれてるし。これ反対側から入ってみるか。さあ、誰かいるかな？ボスがいたらいたで一方的に撃たれそう。まあそれはその時として。撃ち合ってた人たちはどこだ？もしかしたらトラックの後ろじゃね？入り口をちらりと見に行きますか。現場は多分そこだと思う。撃ち合いに行ってるじゃねえか。どうしてもね。いる気がするぞ。足落としてたな。さすがに詰めてこないよね。さあ、行って。あ、でも当たったみたい。さすがもしんちゃんいい仕事するぜ。うっと、スリックしたわ。グラボと交換できるんだっけ？そいや、生ポモをもらえないからな。スリックに変えてもいいかもしれない。まあ買おうとするとほとんど売り切れてるんだけどね。バンカーから地上に上がってきました。誰だこの人。おんおんおん、普通にキラじゃないか。うっと、ラッキー。ほとんど物資残されてるやん。あ、でもポッケは漁ってるみたい。そこらはきちんとしてるな。ここにも誰か転がってるぞ。わおわお、こりゃうまいな。カバンどうしようかな。最近の PMC は羽振りがいいねー。ワイプ来るって噂あるからな。これでワイプ来なかったら、どんな顔するんですかねー。考えがきつく。外に担当がいる気がする。さっき声がしたんだよねー。いってー。いや、わからんわからん。これこっちから出れるのか？どうにも出れなかったので、バンカーから回ることにしました。おっと、普通のヒカブちゃん。はい、オッケー。もしのは、カバンの中でおねんねしてます。えっこえっこ。おっと、またヒカブちゃん。この作音なかなかいいねー。ちょっと待って、ナイトの銃声すごいんだけど。確実に誰かいるな。ま、混ざろうかな。ってことでゆっくり前進。ちょ、どっから撃たれてるかわからん。道路の方とはわかるけどな。これボスか取り巻きでしょ。全然見えねえ。交代して回復して迂回しました。手術を複数回してるので手足の耐久値が。次撃たれるとかなりまずいな。でもボスを見に行きたい。中に入る前に適当に投げとこ。足音はないね。よし、入るぜ。このままナイトまで制圧しますよ。
あらあ、戦闘が終わった後だな。取り残しだけでもムラップな。なんだスカブちゃんか。びっくりさせないでよ。おんおん、誰か近づいてくるぞ。今のリロード音聞かれてるだろうな。なら入らせる前に戦うまでよ。よし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 、ぐー、なんとか胸が耐えてくれたわい。どうやらプレイヤースカブちゃんだね。今のリザーブはうまいだろうな。取り残しが多いからねー。廃品回収だけでくっついけそう。こっちの人は何持ってるかな。おー、これまたうまそうなものを。もう至るところに死体の山ですわ。リザーブ怖い。うん、誰か来そうだぞ。ふう、次から次と来るな。またプレイヤースカブちゃんだね。やはり考えることは見ないっしょか。おっと、また足音だぞ。恨み聞くるやつだな。ならここで待たせてもらうぜ。どうせプレイヤースカブちゃんだろ。通るのを待ちますぜ。はい、見えた。まずは一人目。もう一人おるやろ。あらって玉切れ。痛い痛い、打たないで。と真空切れてやがった。ど待て、お前止血先にしろ。しまった、頭の耐久値が。頼む、間に合ってくれ。久しぶりに出血したわ。ちょっとラン強いな。なんかキリが濃いな。うん、これはなんかのイベントなのかな。そりゃスカブランドで脱出すると10万ドルもらえるってよ。試しに行ってみようぜ。どうやら同僚者が結構集まるらしいよ。こうして敵がないことを示して近づけば大丈夫なはず。今戦闘が来たな。よし、多分大丈夫そうだな。何人集まってるんだろう。うわ、結構いるし。アドモドもお邪魔しますよ。ほら、もしんちゃん、これが平和な世界です。平和は金で買えるので、仕方の問題よ。すげえな、これ続々と人が集まってくるね。こうしてみんなと戯れてるの結構楽しい。これ何人集まってるんだ。ざっと8人ぐらいはいそうな気がする。また追加で人が来そうだけど。はい、みんなこっち向いてね。笑顔を忘れずにね。一生の結果やに怖いことよな。何これ暇すぎてなんかしたいだけだろ。仕方ないな、付き合ってあげる。これ同じ動きすれば大体反応あるからな。ブルンブルン。ヘドバンで私に勝負しようというのかいいだろう。オラ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 。暇だから一発ゲーやります。さあ、ダーコー笑いよ。どこで？ほら、貞子ムーブしたやん。これかなり不気味な動きしてるよな。何してんだ？なんかわちゃわちゃしてるので混ざってる。いてー。てめえか、どうやら死にたいようだな。しかし私は寛大だから許してやろう。しかしもしんちゃんが許さないわな。お世話になってきてな。おん、あれプレイヤースカブちゃんじゃね。待ってましたと言わんばかりにみんな話し出すな。よくぞたどり着いたな。みんな歓迎してやるんだ。これで10万ドルをゲットだぜ。ではみんな。よしよし、ようやくメールが届いたぞ。うっとい、これでドルに困らねえぜ。クーナイトまでやってきたのはいいけど、ここからどうしよう。見たところ敵は見えなかったな。ちょいと周りの様子を見てから移動しましょう。おお、すげえ銃声してるぞ。うん、それに足音聞こえるし。いやあ、キラー、これは何だ、やっぱり強いな。はい、気を取り直して出撃です。いつも使うもしんちゃんのバレルが売ってなかったので別のものを使ってます。なんでだろう。ってことでちょっと見た目違うからね。では早速ナイト方向へ向かいましょう。はい、ゴーゴー。とはいつもちょいと様子を見てからにします。多分 PMC 集まっちゃうからさ。まあ瞬殺されるだろうな。ほら、ドンパチし始めたぞ。ちょっと待って、嘘だろ、ね、良すぎないか。キー、逃げろい。しばらく時間を置いたのでいいかな。そろそろナイトに向かいます。そいや、そこの中庭っぽいところボスいるっぽいぞ。まあグラハーもたまにいるしね。慎重に行かねば。そろそろ移動しようかな。ということでイブプロペンを決めておきます。おんおん、今気のせいかな。やっべー、複数の足音。これ逃げれなくね。足音立てたら絶対追っかけてくるやつやん。一人は持っていくぜ。これがもしんちゃんの力だ。急げ、武器を回収するんだ。もしんちゃんはよく頑張った。もう休んでいいからね。SR25 だな。おし、これならガチムチでも抜ける。そこで M4 っぽいな。詰められたら負ける。こういう時は動かない、動きたくないです。ひぃ。よし、二人目倒したぞ。てかこれ三人目いない？絶対いる。くっそ、場所がわからねえ。まずいまずいぞ。フラグ注意報だぞこれ。そろそろ逃げるか。逃げたいことは逃げたい。でも不用心に足音立てるとそれもまずい。パーティーっぽいから位置はある程度バレてるけどな。フラグは外してるのでよし。足元に落ちない限り動かないぞ。 SR25 のマガジンを回収したいのでフラグを入れて牽制しておきます。今動いたな。うん、多分今向いている方にいると思うけどな。それそれ回収じゃー。ヘルメットにアーマー、リブをひとまず回収しておきます。その間に相手も動き出してるな。いけね、これは近いぞ。やっべ、弾がねえ。これは無理やり逃げるしかねえ。というわけで引きました。このまま逃げるか？いや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 、せっかくだから回収するに決まってるやん。相手の動きを聞いて回収しに行きます。今はまだダメそう。
おかしいな、足音が来たりとしなくなったぞ。でお前はそれをいいことに漁り始めてるわけか。ああこの人キラ倒してるし、うめえ。やっぱり近づいてきたね。ゆっくりだけど聞こえてくるぞ。でも正確な位置はわからないんだな。でもまあないと付近にはいるのはわかってる。うん、どこか降りた音だね。これ詰めてくるんじゃないか。もらったー。ぶっとい、これで3人分の物資が手に入るぞい。2人目の人もうまそう。荷物整理は後でやります。はい3人目。この人もなかなかにうまいな。荷物整理が大変になっちまうぜ。キラーアーマー持って帰れない。量が多いので少し時間がかかりそう。なんせガチムチ3人分だからな。ボスも倒しているようだから物資が多いぜ。とまあこんな感じにカバンが潤いました。やはりもしんちゃんには稼がせてもらっています。マイナスにならねえのが不思議でたまらない。やはりもしん教徒は救われるのです。はいというわけで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録や高評価をお願いします。あともしん教の入信もね。では皆さん良いタルコフライフを。またね。